オロフレ峠は、北海道薄郡総別町と上別市の境にある峠。オロフレとは、アイヌ語のオロフレペツが、名前の由来となっている。四骨峠や国立公園内にあり、峠やこと上別の観光地を結ぶルートとなっており、オロフレ山の肩を通っている。1988年10月8日、峠下した型に、オロフレトンネルが開通して、数年通行が可能になった。 ただし、11月から4月までの夜間は通行止めとなる。オロフレトンネルの送別側にはオロフレ駐車公園が設置されている。また、後継駐車場はビューポイントになっている。旧道の頂上部にあるオロフレ峠展望台へは送別側から向かうことができるが、冬季間は終日通行止めとなる。大官房とも呼ばれる展望台から晴れた日には、くったらこ。 太平洋、東野湖、妖亭山などを見渡すことができる。かつては、レストハウスや売店が設置されていたが、現在は駐車場とトイレのみがある。オロフレ山への登山口にもなっており、頂上までの標高差は300メートルほどで、気象条件などが良い場合は上り90分、下り60分ほどで登頂できる。また、標高2000メートルクラスの山々に咲く、 高山植物も多く見られ、知らねいの作屋までもある。展望台下の絶壁は、粘土質変質岩が露出し、斜面崩壊が起こる軟弱な地盤になっており、北海道地質百選に選定されている。ありがとうございます。